すまん、日村さんとただならぬ関係らしいんですよ、たまみちゃん。ね、なんだ、ただならぬ、なんかわかりますか。わかるよ、俺。わかるわかる。本当に本当に。ちょっとじゃあ、証拠を今、お手示します、どうぞ。何、これ全部日村さん。どうやら絵が相当苦手。あれ、あ、あ、そう。そうなんだね、やっぱ絵が下手な子が。そうね、画伯ね。どれくらい苦手なんですか。お父さんに先輩方の画伯の方と並ぶぐらいだよ。言ってた。坂口がどのぐらい下手か、じゃあちょっとせっかくだから生田とさ、生田もやってみようよ。生田とあとじゃあ普通が見たいし、桜井もちょっと、え、3人ぐらいで書いて。ということで急遽3人に書いてもらうのは日村の顔。リアルで人物の模写が一番得意なんですよ。じゃあこれ、じゃあ大丈夫だね。ちょっと大丈夫だね。久しぶりだなこの感じ。じゃあ大丈夫だね。本当なんですよこれ。まあ、髪型がね、日村さん特徴的だから意外とね、これ下手な人も下手になんないの、日村さんとかは。むちゃむちゃまっすぐな目で見るね、生田は本当に。やっぱ画伯だからね。嘘だね、自信作。はい、はい、うん、私はもう、はい、人物が得意だもんね。得意です、はい、じゃあこちら。今俺、日村さん今ボーリングの球を飲み込んでるよ。確かに。ちの日村さん。はい。何？うわ、何この絵。なんで、なんで明日。全身描いた。足まで入れたくて。ちょっとこの格好して。これどうやって。どうしたってんだよ。だから両足広げて手をふにょっつって両足広げてこうなってる。手がこうだな。これを描いたの。まあまあこんな。うんって俺こんな格好してなかったじゃん今。っていうか待ってくれ。なんだこの周りのさ、周りのなんなのこの。日村の切り取り線があるんじゃないか。いやこれ何これ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 。髪の毛です。え、これ日村さんこんな髪を。俺こんなじゃないじゃん。いや、だって これこういうことでしょ。日村さん、この部分が点々ってこうなってるんだよ。日村さん、今こういうやつになっちゃう。いや、これそれ描いてんじゃん。こっから点があって、こうなってる絵じゃん。あー、面白い。でしょ。あー、下手つわ。ほんま絵下手だな。すまん。続いて告白する3期生は、坂口珠美。ここはもらいたいと。もらいたいね。なんでここに坂口。タマピオって呼んでるんですか。タマピオ。タマピオ。うん。タマピオは、うん、私と同じ洋服をたまたま持っててくれて、うん、でそれを言ってきてくれて、うん、私で今度一緒に着ようって言って、うん、肩が出てる、鎖骨が出てるオフショルの洋服なんですけど、はい、で私一人でオフショル協会っていうのをやっていて、なんかオフショルをいっぱい着ようみたいな。あれ、なんか真夏さんリスペクト軍団にちょっと近いけど、ね、あ、なんかでもそれはまた別案。なんでよ。あれ肩出しだっけ。オフショルは違う。違うか。鎖骨店にこだわってて、うん、あるんだみたいに言った時に、あ、なんか私若様軍団なんですけど、うん、オフショル協会も入りたいみたいに言ってくれて、坂口がプレゼントを渡したい本命の先輩は誰なのか。オフショル協会言ったの、はい、なんかその場しのぎっていうか。その場しのぎ、その場しのぎ、いろいろ傷つけるな。まあでもそういう気持ちはあったわけです。その場しのぎしちゃって。すまん。私さ、うん、同い年じゃん。同い年でメンバーだと3期だと中村れのちゃんも同い年じゃん、うん、聞いてる。同い年。同い年じゃん、うん。でもなんか2人はすごい流行に詳しい感じですね。だから2人で流行ってるらしい
パンケーキ屋さんも行ったし、うん、タピオカも2人で飲みに行くし、あ、ごめん、違うんだ今度行こう私ロンデさんと行きます一緒に行こう聞くんじゃなかった寂しい。じゃあ予定があればみんなで行きましょう。ほんと？うん、でもそれも話してたんだ、うん、本当に、うん、信じますすまん。続いてエントリーしたのは坂口珠美。あ、全然すぐじゃん。なに？すごいすごい。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。なに？怖い怖い怖い。ということでまずは3期生坂口の不幸話。この前ライブのリハをみんなでしてて、あ、最近の話、はい、1,2 時間ぐらいやってたんですけど、新内さんがあれ今日誰かいなくないっておっしゃってて、で、あ、珠美だっておっしゃって、でも私遠くにいて、もう 1,2 時間ぐらい一緒にいたの、はい、全然一緒に踊ったりしてたけどそう言われちゃって、あ、いるんだけどなって思ったりでも新内がババアすぎて分かんないし前もだって新春企画の時同じチームの人を相手チームだと思ってたことあるけど、そういうことじゃなくてかなとか、あと他にもあって、うん、なんだ今のあのですね、梅澤美波がこの前蓮華と楓と3人でお散歩したんだって私に言ってきて、でもそれは蓮華じゃなくて私と楓。なんかあるねそれね。なぜ見えないんだろうね。私って見えてないんだなって思うことが。そんなのが立て続けに起こるとやっぱ原因は坂口の方かもな。なんだろう。あと何だろう、おい失礼だ、気分悪いわ、何だあいつ、あれで一回ちょっとおだまりなさいです、何だまだございますというあの感じ、いや申し訳ない、え、どうぞどうぞ。それも佐藤楓がブログにある日のエピソードを書いてて、うん、アルフィーのエピソードいや多分ある日なんだよ、ある日書いてて、でその会話の中に私もいたんですけど、うん、ブログにはその私の名前書いてなくて他の子は書いてあるのに、え、それ何人かいなかっただけじゃなくて私だけでしたなんだ、ね、おとなしくしてるわけじゃないでしょ別に、結構こう仲いいメンバーではワイワイしてますので、ワイワイしてますのであれマルシアさん入ってんじゃないしてますので、え、でも梅沢と一緒に散歩したのなんて少人数でしょ、それは3人で、なんで間違えたんそれは、あのちょうどそこに岩本もいて、うん、で佐藤もいて、その時に、うん、いやあの時の散歩すごい良かったよねみたいな話したら、なんか岩本がすごいあれ なんだそれみたいな顔してて、だよね、坂口があの私って言われて、なんで間違えちゃ、あそこにもいたんだ、いました、なんで間違えんだ、だってアルフィーが3人いてそうだよね、坂崎さん坂崎さんみたいなことないもんね、そうだよ、坂口の影が薄い話、飛鳥委員長の判定は、これはどこでしょうか、結構笑ってましたけどね、まあ、笑えますね、うん、笑えるけど、まあ、笑えるけどね、不幸度がちょっと、あ、そうでもないと、むしろ幸せむしろ幸せ、このクレイジー審査委員長だからちょっとこんなもん不幸じゃねえだろうってもっといないと思ってゴミぶっかけられちゃったとかそのぐらいまでいかないマジで、うん、私も結構存在感なくて、うん、楽屋とかに、そうかね、ライブの時とかも、うん、全然普通にいるのに、うん、あのマネージャーさんに「アスカどこ!」みたいな、うん、目の前ですっごい怒ってて「うん、あ出れない」みたいなのがよくある、言われるんだ、探されるのよくあるので、よくある、よくある、ね、そういうのはないの、
スケジュールにこう3期生全員バーって名前あるけどないと私だけ。え、何で？全員名前あるの？全員名前があるの？それはうちだけないの？はい。え、入ってないんじゃないの？すまん。マジで？いける気しかしません。頑張ります。お。続いての坂口はノーカットでご覧ください。そんなことあんの？行ってきます。こっちですね。いっせーの、いや怖い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 、こんにちは。すっげー早い早い。あれ走ってる。あれ早くないけど。やだやだ。早いな。どこどこ？海岸だ。危ねえ。いや全然躊躇しない。怖い怖い怖い。こっから来るんでしょうね。来ますよ。お疲れ様でした。はい、すまん。サザエさんに、あの今言ったサザエさん、舞台に見に行かせてもらって、うん、でその時にこう見て終わって挨拶もさせてもらって、うん、でそれで家に帰って、うん、でその何日か後かに、うん、真夏さんからこういったメールが、はい、おかしいよね。だって見に行って楽屋挨拶も行ってんだよね。行きました。こんな先輩から来ちゃって、うん、なんかもうなんて返そうってすごい悩んで。なんて返そう、いやいや忘れてんじゃないですか、行ったじゃないですかって返せばいいんじゃないの。もう行きましたとかもなんか失礼かなとかすっごいいろいろ考えて。考えたね。試されてんのか、逆にこの人もう知ってこうやって来てんのかな。いろいろ考えて、うん、どうやって返したのこれ。あ、ゲネプロ行かせていただいたのですが、また行っても大丈夫ですか。ご挨拶だけでもこちらは全然いつでも大丈夫です。何これ、なんか変な感じになってるよね。これ覚えてる？よ、すっごい覚えてます。ゲネプロがあの神宮のライブを3日間終えた次の日で、うん、多分みんなめちゃめちゃ疲れてるんですよ、うん、なのにわざわざ見に来てくれて、うん、で結構な人数メンバー来てくれたんですけど、うん、で楽屋の前で写真も撮ってるんですよ。で別日に、まあ、タナちゃん見に行きたいって言ってくれてたのを多分私は思い出して、私は逆に気遣いのつもりで聞いちゃったら、うん、来てたって、来てたってやつね。これ前もさ、でも写真撮ってどっか誰だっけ、梅沢だっけ、はい、佐藤楓と坂口と言ってたんですけど、うん、佐藤楓と岩本と言ったんだけどみたいな話を坂口にしました。これなんだろう、なんだろうこれ。でもさ、こんな続くとさ、なんだろうこれ、坂口がこう、え、あのさ、あれ、あの来てくれてありがとうっていうLINE はしたっけ。あ、してないです。え、やばい。え、あのあれなんですよ、え、れんちゃんしたよね、昨日神宮だったのにありがとうって来て。だから他に一緒に行った子には来てくれてありがとうやってるわけ。神宮の後で疲れてるのに来てくれたっていうのがあって、初日に来てくれた子には全員あのお礼でメール返したんですよ。あ、ちょっと待って、来た。いや全くです。え、ちょっと待って、怖くない、ここまで来ると。なんで坂口だけ存在をすっぽり抜けんだろう。ちょっと今後これはちょっと爪痕残さないとね、こういうことが起こりすぎてるからね、うん、ここにいます、ここにいますって坂口ここにいますっていう、なんかこういうシール作ったよ、ここにいる、ここにいるよって、ここにいるよ。すまん。坂口は、いや、もうとっても根性だけは負けません。あ、出た、いいね、出ました、いいよ、いいですよ、そうよ、あの結局最後根性だから、根性だから、そう、もう死んじゃったってぶら下がってりゃいいんだから。知らないで、そういう競技だもん。自信あると豪語していた中村が早々に脱落、そして与田も続き、吉田との対決を制した坂口が見事勝利です。
さあ、そして斉藤由里助かりましたね。坂口が嬉しかったです。ねえ、はい、本当によく頑張りました。優しいね。最後でも結構危なかった。危なかったです。なんか落ちたらすぐ落ちたもんね。うん、もうダメかもダメかもってくれたら落ちてくれたので、うん、どうもありがとうございます。いいですね。よかった。すまん。楽屋にいる時の岩本蓮加のギャル感。え、岩本、うん、蓮加さ、最近さ、なんかマジ漏れないんだよね。ピエン、マジピエン、ピエンからのピエン。え、でもいい感じだよ、シースルーで。え、マジ、うん、え、トリマ嬉しい、トリマ嬉しい、トリマ。あ、梅、タピロ、タピオカ、タピロ、タピロ、確かに今すごい気分それな。岩本、岩本、あんな感じ。ピエンからのピエンとか、トリマ嬉しいとか、私でも意味が分かんないです。え、ピエンは言わない。こう素で出ちゃったとかないです。たまみとか、うん、ふざけてる時に坂口、はい、そうです。あ、意外と私よりすごく JK 味のある方なので。でもあんな感じな感じ、イメージないな。面白い、はい、面白いね。さあ行きましょうか。続いての方どうぞ。若者言葉で会話をし続けるが何を言っているかわからなくなる坂口たまみ。坂口だ。あ、たまみ、明日雨だって。え、それま、あ、でも花粉飛ばないんじゃない。分かりみが深み。今日モモンゴ電車で来るって。モモンゴ電車。あ、明日急に取材入っちゃった。パオン。今言ってた通りじゃん。坂口がこんなだ。そうです、本当この通りで。あ、そう。え、大園がなんつったの、あの電車で。モモンゴ、モモンゴって呼ばれるんですよ。モモンゴ、なんかにウンゴをつける、ウンゴってつけるのが流行ってるっぽくて。でモモカそれ嫌がったんですよ。嫌がったら、そう、今日も入ってきたら、おモモンゴって言ってきた。電車ンゴって言った。あ、なんだ。デンジャーっていうのはなんか楓が間違えて打っちゃったのを多分個人的にツボで使ってるんですけど、誰にも伝わらないんですよ。なるほど、なるほど。なんかあんまイメージないかもしれない。ね、山下が、あ、岩本のだ。あ、ギャル語で。結構やっぱこの年代だからそういうのあるな。そうですね。いや、さっき否定してましたけど、めっちゃ言ってますよ。嘘。そうだ。すごい。ピエンとか、ピエンからのピエンとか。ピエンからのピエンは言ってないって言ってたよ。言ってるよね。まあ、ピエンはよく言い合ってる気はします、坂口と。ピエンを言い合ってる。ピエン、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 ピエン。そう、ピエンなんて言い合うもんだな。あ、坂口、はい、ここ坂口そんな感じなんだ。あんまイメージない。ないよ。結構楽屋とか、うん、家とかだともうバンバン出ちゃいます。あ、そう。はい、ソマとか言います。ソマ、それマジ。あ、ソマ、あ、それマジ、それマとかじゃないんだ、ソマ。ソマ、はい。すげえ。全然学校とかではこれが普通なんですけど。マジで。なんかこっちで言うとすごいみんなに嫌われますね。あ、乃木坂のみんなは使わないんだ、同じ年代でも。そうですね、ももちゃんとかもすごいイライラさせちゃうので。あ、本当はでもももちゃんじゃないんでしょ。ももんごです。ももんご。え、学校だとみんなんごなの。じゃあちょっと前にんごが流行ってて、うん、坂口は友達からはなんて呼ばれるの。卵、卵だよね。理論上そうなっちゃうよ。卵とかお玉とか言われます。なんでそこ昔になるの。なんでんごじゃねえのに。お玉って江戸時代じゃん。秋元だったらなんて呼ぶの。うーん、マナンゴ。マナンゴ。マナンゴ。マナンゴだろうな。マナンゴだよ。生田は？イクンゴ。下じゃねえんだ。下じゃないんだ。上なんだ。イクンゴなんだ。なんかあんま可愛くないですね。え、俺らは？お、やって。日村さんは？あ、やって。日村さんはヒって。いや、イクンゴでやってくれや。イクンゴで。日村さんはヒ。俺だけ非なんだよ。ま、ひ、ま、ま、ひ。え、そういう時二人もそう、ピエンとかパオンとか言われてる時には、私はやめなさいって言います。真面目、冷静、真面目だね。坂口はもうやめなさいって言うと余計梅大好き大好きとか。
大スコ、大スコ、梅大スコ、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 大スコすごい使いますね。握手会とかでも、うん、結構大好きって言ってって言われて、あ大スコって言っちゃったりします。握手会いいじゃん。でもファンの人は楽しむんじゃん。それで結構まとかもこうポンと言えるので、うん、こう早く、うん、言えて便利。いやいや消化しようとすんな今のダメですよ。今のすげえ、なんだこのアクション今のこれ良くないよ、うん、ちゃんと今時の言葉で謝って。すまんいいね今のは今時なの。それでは本日のお相手は坂口珠美でした。バイバイ。まだ1分あるよね。バイバイまたね。キラン。バイバーイ。